より小さい乃木坂46久保詩織ファースト写真集、交差点、7月11日発売、集英社、インタビュー後編。2023年上半期をもって1期生、2期生が全員卒業し、3期生を中心に新たなスタートを切った乃木坂46。モデルプレスでは、グループの先頭に立つ3期生、久保詩織21にインタビューを実施し、同期とのエピソードや個人の活動への思いについて語ってもらった。久保詩織、新たなスタートを切った乃木坂46への思い語る、久保さんは、乃木坂46が新たなスタートを切った 32ND シングル、人は夢を二度見る、3月29日発売、で同期の山下美月さんと W センターを務めましたが、改めて3期生がグループの一番上になったことへの思いを教えてください。久保、いつかこの時が来る、とずっと思っていて、その日をいつ迎えても良いように備えていたので、自分たちが一番上になったことへの焦りはありませんでした。ただ、後輩たちはきっと新体制に不安を感じていたと思いますし、準備をしていた3期生自身も、その瞬間を迎えた時には不安があったと思います。同期同士で話し合う機会などもあったのでしょうか。久保、特段集まって話し合う機会はなかったのですが、この1年から2年間、先輩方の卒業ライブなどの節目を迎えるたびに、これまでの感謝をどうやったら伝えられるか、どんなライブにしたら、先輩方が心置きなく卒業できるか、ということを同期で話していました。バル、私は、3期生が一番上になったタイミングで、3期生全員が先輩としての自覚を持てているな、という感覚があったのですが、それはこれまでの様々な節目で、今が後輩としていられる最後の時間、これからは自分たちが一番上になる、といった話を定期的に同期同士でしていたからだと思っています。久保詩織、乃木坂46があるから、個人としての活動ができている。久保さんはこの1から2年間、個人としても映画やドラマ、舞台への出演、そして今回の写真集の撮影と、多くの活動を並行されていました。ご自身のことを考える時間と、グループについて考える時間のバランスはどのように保っていたのでしょうか。久保、昔は全然バランスが取れなくて、すごく苦しんだ時期もあったんです。でも、ありがたいことにこの1から2年間、個人でいろいろな現場を経験させていただく中で、乃木坂46に戻ったら仲間がいてくれる。乃木坂46があるから、個人としての活動ができているんだ、という意識が強くなりました。バル、それと同時に、個人の活動の悩みをグループに持ち帰るのは絶対に違う、とも考えるようになり、切り替えとまではいきませんが、個人活動とグループ活動について考える時間のバランスが少しずつ取れるようになったと思います。久保詩織が悲しみを乗り越えた方法、モデルプレスの読者の中には今、様々な不安を抱えている読者がいます。そういった読者へ向けて、久保さんがこれまでの人生の中で悲しみを乗り越えた方法を教えてください。バル、久保、常に考えているのは人生派があるということです。私は今が一番苦しい、悲しいと思う瞬間がきっと一生のうちに何回もあるんだろうなと考えています。でも、苦しい時期を迎えるたびに、今はこんなに苦しいけど、それは幸せを手に入れるための時間で、この先絶対に良いことがある、と思いながら頑張っていれば、本当に登っていくタイミングがあるんです。人生山あり谷あり、という言葉を心に留めているので、幸せが続いた時期であっても、この幸せを味わうために、きっとまた試練が来る、と考えるようにしています。良いことが続く時期にはあまり悪い想像ができないものですが、また試練が来る、と考えられることはすごいですね。久保、幸せな時期に悪いことを考えるなんて、本当はすごく嫌です。わら。でも、そう考えると、とにかく今を楽しんで、また来るべくしてきた試練を乗り越えられるようにしよう、と今をより大切にできる気がしますし、それが私には合っています。
自分自身でいろいろ模索したのですが、この2年間くらいで、ようやくこの生き方を見つけることができました。素敵な考え方です。最後に、久保さんの今後の目標を教えてください。久保、今の一番の夢は、乃木坂46の名前をより多くの方に知っていただくことです。知っていただく機会を増やすためにも、個人として多くの作品に出演できるように頑張りたいです。今後の活動も応援しています。ありがとうございました。